こんばんは。2023年6月30日ですね。先週までの週間活動量、日曜日までのね、週間活動量、ね、マインドフルネスです。今日、で、体重測定は今日を測ります。火曜日にね、測りました。まあ、今日もね、運動してるんで、今日だけではね、先週の結果とも言いづらいんですが、体重は 500g 減って BMI 23.15でした。で、経路カロリーはね、3928kcal、平均キロカロリー561ですが、週3ランぐらい実行しました。週3は実行して、ランは実行しましたんですが、日曜日がね、小さな追い込みって結構、あれ、ウォーキングもしなかったんだね。それ結構、バタバタだったんで、それもね、その時は3千何百歩でね、まあ、車の移動でね。で、1日平均1万歩数にも満たない、向いたらギリギリね、7万19歩、48.94km。なんかラン3回線か。まあ、3キロから5キロぐらいですからね、走ってもね。今ね、48.94km。登ったから128bpm。で、マインドフルはね、28、ね、7時、28だからね、1日平均4回をね、7日間続けてということですね。BMI。で、筋トレもね、しましたんで、筋トレしてなんかね、痩せるっていうね。筋トレした結果ね、代謝が良くなってね、なんかね、最近ね、痩せ傾向かなっていうね。この前も久々にちょっと少し痩せた時もあったんで。BV、ボディグラムね。体脂肪率20.0%ですよね。骨格筋率ね。僕体重、まあ、体重あるんですが64.55キロ。まあ身長が低いのは167センチなんで、82×0.35 は。で、体重64.55キロで、体重82キロの骨格筋率35%の数値ほどあります。なんで、いやいや、ズボンがきついんだよね。ショートパンツもね、ネジパンツ的なのないし、それでね、なんかね、痩せていかなきゃなと思うのがね、ですが。では、ありがとうございました。今週は週3のもきついかな。